株式会社東北システムズサポートは宮城県仙台市に本社を置く1976年設立の情報システムのコンサルティング、システムアプリケーション開発全般などを事業とするシステムインテグレーター。略称は TSS が用いられることが多く、社名ロゴもアルファベット大文字の TSS を赤色文字でデザインしたものが使用されている。本社などが所在する宮城県のほか。 岩手県、東京都、神奈川県に事業所を構える。事業内容は主にシステムサービスとストラテジックビジネスの二つに分かれている。システムサービスは受け負いや順位人形態でのシステム開発が主であり、独立系システムインテグレータのため電力、流通、金融をはじめ幅広い分野のシステム開発、保守を担当している。ストラテジックビジネスは ルフィードやモバイルといった分野に力を入れており強みを持つ。営業が会社を動かす、全員の意識を変え、組織改革を促す、原動力に震度6強の激震。その中でも、情報発信が必要なわけルフィードと、モバイル機器、IoT の体験型ラボラトリーを、オープン宮城労働局管内認定事業主、森岡市と立地協定東北システムズサポート。 ありがとうございます。